具体的にはポイントは2つございます。はい。後悔していることなんですが、第1位、ぶっちぎり1位は、どうもこんにちは、新大リーメンバーの鈴です。はい、どうもこんにちは、世界一オカリナ道場でおなじみのオリ面接官の世界一でございます。先月、はい、1月の動き方の動画を出したんですけど、はい、2月どういう風に動けばいいか分かんないなっていう学生多いのプラス、はい、解禁まで準備できるのも1ヶ月しかないじゃないですか。確かに。もう直前ということで、活用動画を撮っていけたらなと思います。結論から言います。お、はい、3月1日の解禁日になった瞬間に、はい、皆さん 100% 確実に焦ります。ので、絶対に焦るんだということは想定に入れた上で2月を逆算して動きましょう。例えば、いきなり DS の締め切り日が提出されて、3月何日まで出してくださいって出てきて、何もやってないどうしようってパニックになっちゃう人がいるんですね。なので2月のうちに企業の具体的な志望動機まではいかなくても、この業界の志望動機ぐらいまではちゃんと用意しておくっていう風にしておくと、業界まであればあとは各個別企業の話にブレイクダウンするだけっていう風にできると思いますので、そういう風に準備しておくというのが大事です。ちなみに、はい、高橋さん、はい、今現状どんな状況でしょうか？オービー訪問とかは仕事の流れでかなりできてる状況なんですけど、はい、PS の土台、学知化の土台とか自己 PR とか志望動機の土台とかは何もできてなくて。何もできてない。学知化は基本転用するものじゃないですか。はい、志望動機に関して言うと、まあ、結論あまり転用できないものなんではある、あるんですね、なんですけど、頭の中でなぜこの業界かっていうのがちゃんと言語化されていると、ES が書きやすくなるんですね。はいはいはい、その土台が今ない状態なんですよ。このまま3月1日に突入した瞬間に、大パニック高橋鈴鹿が、はい、あーってなっているのが予想できてしまうので、はいはい、この2月の今の時期に、はい、準備をちゃんとしましょうというですね。はい、具体的には、はい、具体的にはポイントは2つございます。はい、1つ目、まずは社員さんと実際に会うことを繰り返してください。2月3月のこの春休みの期間中をいかに有効に活用するかすごく大事なので、はい、まずは社員さんたくさん会ってください。そして、それをちゃんと言語化することですね。なるほど。会って満足して終わりではダメです。はい、自分の中で何が刺さったのか、はいはいはい、逆に言うと何が刺さらなかったのかという部分も、はい、もうそこもちゃんとはっきり言語化しておくと自分の将来の進路選択に役立ちます。はい、ポイント2つ目は、はい、エントリーシートの志望動機以外の学知化、自己 PR とか強みとかっていう部分を、はい、そこをちゃんと2月のうちに準備しておくっていうのがポイントです。志望動機ってやっぱ各社に合わせてチューニングして作るものなので、はい、かなり時間がかかるんですね。なのでそこに時間がかけられるように、ちゃんと自分の学知化とか強みっていうのはちゃんと言語化しておくことが大事です。社員訪問するときにですね、何も手ぶらで行くとやっぱ議論が活発に進まないので、お互い時間無駄になっちゃうんですよ。はい、なので自分なりに考えた学知化、強みっていうのをちゃんと文字に起こしておいて、それを社員訪問の時に事前に送っておく。そして僕がやってたのは実際かなり辛口でフィードバックいただけるとすごく嬉しいですっていうふうに言って、辛口でフィードバックをもらってました。なるほど。時には涙目になるぐらい、はい、ボコボコにされました、私は。はい、でもマインドセットみたいなのを、今やる気ないなって人に対してカツを入れるような感じの言葉をお願いしたいです。僕は毎年、就職活動を見ていて、そして就活が終わった、4年生の声もたくさん聞いてきたんですね。はい、後悔していることなんですが、第1位、ぶっちぎり1位は、もっと早くから手をつけておけばよかったっていうのが後悔なんですよ。早くから筆記対策しておけばよかった、もっと早くから ES 用意しておけばよかったっていうふうにみんな後悔するので、その後悔をないように、今からとにかくできることを頑張るというふうにして、自分の心に火をつけてもらえたらなというふうに思います。見ている視聴者さんにメッセージをお願いいたします。はい、就職活動や内定というのは人生のゴールではありません。内定はむしろスタートラインだと思ってください。今目の前の就活が辛い、大変だ、苦しいって思ってしまうかもしれません。でも人生ってすごく長くてですね、30歳とか40歳とかどんな年代になっても必ず悩むんですよ。そして悩みがどんどん大きくなっていきます。就職活動以上にこれから人生は長いですし、壁にもたくさんぶつかる。そのうちのただの一つの壁でしかないというふうに思って、内定がゴールではないというふうに持って、今後の人生を豊かなものになるように皆さんで一緒に努力していけたらなというふうに思います。高西さん的に内定より大事なものって何だと思いますか？はい、一生人生の師匠探しは続きます。自分が心から尊敬できる人っていうのはもちろん今現在も探してほしいですし、これが30歳になろうが40歳になろうが探し続けるものなんですね。なんで自分の人生がより豊かなものになるように、どんなロールモデルを参考にするべきかっていう人生の師匠探しっていうのはずっと続けてほしいなというふうに、はい、思います。これが人生で一番大切なことだと僕は思ってます。解禁まで残り1ヶ月なんですけどね、はい、皆さん2月頑張りましょう。おー頑張るぞ。